おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和6年4月9日でございます。昨日はね、2日連続の夜会ということで、周平さんね、来てくださってありがとうございます。清水さんもね、見ててくれたみたいですけど、ありがとうございました。周平さんがね、いよいよ公認インストラクターで、そうですね、4月下旬に初めての練習会ができるのか、どんな練習会にしましょうかみたいな話になりまして、具体的な話になってくるとね、難しさ、問題の難しさがこうね、迫ってくればくるほど、なんか気持ちは逆にこう結構盛り上がるというか、これ僕がちょっと他人事感があるせいなのかな、盛り上がってますね、僕の中で。周平さんはやる本人だから、盛り上がるだけじゃなくて、懸念とか不安とか疑問とか、もちろんあるでしょうけど、ただ昨日ね、結構話してた中では、これいいんじゃない、あれいいんじゃないとか、練習会をね、走り学校の練習会をやる前に、もうその少年野球の方でね、もちろん監督でもあるから、そっちのイベントとして野球やろうぜ企画をやるという話があって、おはようございます。それはそれで、まずね、僕と直君が応援に行こうよっていう話になってるから、そこでなんかね、リハーサルみたいなことできても面白いかなとか。練習会を実際、本当にやってる風で、最初から最後まで、通しで、なんていうの？ガチのリハをやるっていう、俺と周平さんは知り合いだからっていう体で、練習、なんとなく流れとかじゃなくて、ガチリハをやったら結構面白いんじゃないかなと。初対面で、なんかよくわかんないけど、47歳のおじさんと、22歳の、まあまあのフィジカルの大学生がやってきたときに、それ全く初対面という体でどのようにやるのかみたいな、シミュレーションとしてね、やっても面白そうじゃないですか。なんかね、せっかくだから普通にキャッキャキャッキャ楽しむのはありですけど、もうなんていうか、ね、走り学校の公認インストラクターとして練習会やる直前、で今しかないから、そこでしか成立しないような何かしらね、やっても良さそうだなと思ったり、なんかそんなことをこう、やるかやらないかはね、もちろん周平さんが選ぶことですけど、なんかこう条件全部外してフラットに全部こういろんなアイデアをこうテーブルの上に乗っけていくみたいな、そういう話になるときって本当なんか ずっと話せちゃうよね。もう昨日もだから止めなかったらずっと続いちゃってたなと思うんですけど。いや、すごい楽しかったですね。てかもう待ち遠しく、もうあとね、10日かそこらでね、周平さんの野球やろうぜ企画になるっていう。いや、もうなんか、楽しみなことがちょっと多すぎてね。いや、今起こってることで忙しいとかだったら、あとは今週忙しかったなとかあると思うんですけど、もうなんか、ここから10日間、いろいろ楽しみすぎて、もうすでにまだ何もやってないんだけど、気持ちが忙しいみたいな。あれも面白そうじゃんとか、これも面白そうだよとかなると、なんかね、最近よく寝れないんですよ。ね、夜中に目覚めちゃって。なんかこれ、こうしたら面白いんじゃないかなとかって、勝手にね、頼まれてもいないように。いや、周平さんの話だけじゃないんですけど。いや、いろいろなんかね、なんかこれはまた3月とはちょっと違うね。3月は3月で、なんていうか、やっぱり、未来に向かって過去がこう背中を押してくるような忙しさっていうか、それそれですごいエネルギー詰まってるなと思いました。これ4月になると逆になるんですね。もう過去はもう全然、もうなんか3月ですっぱりなくなってて、
でも未来にこれから直近の未来でさ、いろいろ始め、まあ、強制的にいろいろなことが始まるし、いろんな人がいろんなことを始めているっていう周りの状態があるから、それに対してなんか勝手に頭がそのね、前のめりになっちゃうっていうか未来に対して頭が忙しくなっちゃって、なんかこう3月はまたねちょっと雰囲気変わってるなというか、そうそう、だから直くんは直くんでなんか新しく大学院生になってこういう授業が始まってとか、そのモードが切り替わりながら、こう活動量はね相変わらずすごいけど、モードが完全にこうなんていうか、新しい目標とか志とか新しい可能性とか、今までだったらちょっと制限されてたものがちょっと外れますよねとか、そういうのを含めてなんかちょっとね、みんなモードが変わったなーっていうのは僕にとってはそんなにねないんじゃないんですけど、その今年はいよいよみたいなことがあるわけじゃないんで、まあ、うん、まあ、PTA 会長になったとかっていうのは一応それに当たるかもしれないけど、まあそれはなんかそんなにっていう感じなんですよね。だけど、やっぱり周りからやっぱりそういう、周りでそういう動きをしてる人とか、そういう考えでこう、頭を巡らしてる人とかいると、釣られちゃうっていうか、そうなるもんなんですね。はい。ということで、まあ、昨日はね、なんだろうな。まあ昨日夜会になったっていうのも、5年中本当はね、普通にいつも通り朝礼をやろうかなと思ったんですけど、小学校のね、入学式があって、行かないで挨拶もしない、PTA 会長として行かないし、挨拶もしないっていう風に、なつもりだったんですけど、挨拶はなくなったんだし、挨拶がなくなった結果どうなるのかの、結果はね、見に行ってこう観察して、まあ良くも悪くもこうだなっていう事実を見に行った方がいいかなと思って、まあ見に行ったっていうもうほんと思いつきで計画的な行動ではないんですけど、まあそれでねちょっと朝礼の時間を外したんですけど、まあそれでどうなったっていう話はね昨日の夜会でもちょっとしましたけど、まあ、単純に言って、うん、まあ、僕がね、こうしませんかって提案して、いいですねって言ってもらって、まあそうなったっていうだけだ、そういう意味では、まあ、バイアスある話かもしれませんけど、まあ、一応僕なりにこう、フラットに観察しに行ったつもりではあるんですけど、まあ、非常に良かったと思ったんですけどね。亡くなって、本当に、まあ昨日の、夜会でもちょっと話しましたけど、その来賓で来てる、まあ、元 PTA 会長さんとかさ、近隣の中学校の PTA 会長さんとか、まあ、終わってからね、いろいろ話したりしたんですよ。ないのね、挨拶とか言って。そうなのよ、なくしたのよ、とか言って。なんか、ママたちと話す、ママ友と話すと俺ちょっとおねえ言葉になるっていう癖があるんですけど、そうなのよ、とか言って、なくしたらどうかしらと思って、学校に言ってみたらいい、なんか取っちゃったもんだからそうしたのよ、とか言ったら、いいじゃない、短くなって、とか言って、すごい、評判も良かったですね。なんか、客観的な評判だなと思います。まあ、だからもうちょい聞きたいとすれば、新1年生の保護者の皆様がどう思ったかとか。まあ、僕の予想では、99.9% の人は、まあ、存在を知らないんで、そもそもあるかないかが気になるとかじゃないと思うんですよね。挨拶があるかないかとか。まあ、それだと、そういうもんなのかなって思っただけで、聞かれても何を聞かれてるのか、わかんないぐらいな感じかなと。正直ね。まあ、でも、その後、なんていうか、その入学式が終わるぐらいの時間帯の直後に、まあ、学校のメール配信システムがあってですね。まあ、そこから、その、PTA 会長ご挨拶メッセージメールみたいなのが、まあ、定型文ですけど、まあ、それが、こう、配信されるっていう手はずにしてて、まあ、それで、こう、なんか、まあ、それはね、副校長先生が、
まあ、僕が文章を作って送って、それをこう配信する手はずを副校長先生がやってくれるみたいな感じだったんですけど、まあ、それも無事配信されて、まあ、それがこう、まあ、初めてね、新1年生の保護者さんからしたら、あ、PTA なるものがあって、まあ、こんな風に通知してくるのかと。まあ、それで初めてファーストタッチがあるっていう形になると思うんですけど、なんていうか、距離を詰められすぎてもなんか圧に感じちゃったりとかしますし、まあ、程よいんじゃないですかねっていう話をちょっとして。で、あとは、まあ、たまたまなんですけど、まあ、要するに学校に、なかなか来れてない子とかも結構いるわけなんですよね。で、これはまあ、PTA の運営側の問題とは直接関係ないけど、やっぱり、まあ、ママ友同士、パパ友同士だから、その学校に行かないっていう、その、行けてないんじゃなくて、行かないっていう選択をしてる子だったりするんです。まあ、そうすると、なんていうか、それはさ、それで、こう、家で楽しくやってるんだから、で、学びたいことがあって、自由に学んでるんだから、で、たまにね、その、オンライン授業みたいな感じで、まあ、その先生のやってる授業風景を、iPad で映してるのを、こう、自宅から見てるみたいな。それもなんかね、結構、うちの小学校は結構頑張ってて。まあなんかそんな感じで、こう、まあ不登、いわゆる不登校っていう言い方ではなくて、登校せずに、まあそういう選択をしてるっていう人もいて、その人の、まあ、親御さんとかと、ちょっと話したり、たまたまね、その最初だったんで、年度の切り替えで、用事があっていらっしゃってたと思うんですけど、まあ、その子の保護者さんと話したりとかして、まあ、そうするとさ、やっぱり、普段、学校に来てなくて、これなんで PTA に入ってんのかな、という、なるよね、それはね。いや、そうだと思う。それはそうですよね、っていう話なんで、で、まあでも、そこにも、なんか、まあ、今までで行くとね、その順番だとかは、やったことがあるとかないとかのポイントをカウントして、みたいな、次はあなたね、みたいな感じでやってたりすると、そういう事情とかを組めないっていうかさ、いや、組めるはずなんだけど、まあ、機械的に粛々とやってると、なんていうか、見落としがちになるじゃないですか。そういう問題ってね、うん、で、いや、これはそのちゃんと、まあ、学校に行かないっていうことでより良い、まあ、学び方を見つけてて、そっちで確立しててそっちを選択してるっていう、もう今の状態だったら PTA に入ってるってこと自体がね、いや、そんな筋合いないですよっていう。まあ、ぶっきらぼうに言うとそういうことになっちゃうんだから、で、いや、ちゃんと大会した方がいいんじゃないかなっていう、まあ、PTA 会長として、これ、なかなかね、今までだと、いや、そうは言ってもやめないでよってなっちゃってたと思うんですよね。ですけど、いや、そうじゃないよね、と。うん、ちゃんと大会の手続きももっとやりやすくするようにするのが、本来の筋ですし、入りたい入りたくないは、こう、本来はね、任意で加入して、任意で出てって、いつでも出入りできるはずのものなんですよね、組織の成り立ちとしては。だけど、実際上は、なんか入っちゃったら抜けづらいし、入らないっていう選択自体もやりづらいし、みたいな。で、大会の手続きも本当はあるんだけど、偉いって、なんていうか、まあ、手間っていうよりは心理的に言いにくいぐらいの感じではあるんですけど、それもね、本当は違うじゃんっていう。そうだよね、つって。で、いや、ちょっとね、第1号に、大会者第1号みたいな、圧がかかっちゃうとさ、それはそれでさ、みんな違うことしてるっていうのも、なんか、気まずくなっちゃうんじゃないかな、とも思ったりしたんだけど、やったら、
俺がなんとかこう手伝うんで、手伝うって言ったらもうおかしな話ですけど、大会するっていうのをちょっとやってみてもらえませんかねみたいな、こんなこと言う、PTA 会長としてあるまじき言動のようにも思うんだけど、いや、逆に、あるべき言動だと僕はその時思っちゃったんですよね。ちゃんと、大会の、ね、文脈があるのに、なんだかこう出づらいみたいな雰囲気になってるのは、まあ、そういうコミュニティにしちゃってるっていうことだと思うんですよ。で、それ、まあ、今までの誰かが悪いわけじゃないけど、まあ、そのままほっといていい話でもないから、まあ、それこそね、僕の、モテサクオンラインサロンも出入り自由で大会のハードルをできるだけ下げようと思ってるっていう話をね、ちょくちょくしてますけど、まあ、あらゆるコミュニティで基本的に本来はその方が健全だよね、と。別に、なんていうか、どんな理由であれ、入りたかったらいつでも入ればいいし、ちょっと距離を置きたいなとか、今はいいですっていう時は、そんな理由がどうこうとか、事情がどうこうとか、そんなの詮索される言われもないし、スッと出ていくことができるようになってるのが、健全だよね。そりゃね。デパート買い物に行って入ったが最後、なんかすごい出づらいデパートなんですけどとか、ないじゃないですか。なんかお店とかさ。そんなわけないじゃんっていう。いや、スッと入って、見たいものを見て、買いたいものがあったら買うし、買いたくないものが、買いたいものがなければ、じゃあいいかっつってスッと出ていけるっていう風に、ね、普通できてるじゃない。入り口でなんか引き止められるとか、出ていく事情はとか、理由は何ですかとか 言われないじゃん。そういうことですよ、普通は。別にちょっと、ね、理由とかなんてことないです。気が乗らなかったから買わなかったし、ちょっと見てみようとか思ったからスッと入っただけの話なんで、で、入る時にね、まあ、そこまで行くっていうコストは支払ったとかさ、まあ、もし入場料とかがあるんだったら入場料は、しかるべき払って入ったんだから、いつどう出ようとさ、勝手でしょという 話じゃない。普通のなんか、フィジカルな、その場所に対して、人が動くときって、それはそうなんだけど、なんですかね、そのコミュニティを作って、それに所属する会費制の何かしらのコミュニティって、まあ自治会とか町内会とか、いろいろありますけどね。なんていうか、それだって本当はさ、まあ、たまたまね、ご縁あってとか、文脈があってとか、きっかけがあってとか、入るのは入ったら歓迎してもらって、いらっしゃいませと。そこまではいいんですけど、出る時のハードルめちゃくちゃ高いのはなぜなのっていうね。でも、そのハードルって誰かがこしらえて、絶対こう出ていかないでねって、塞いでるかっていうと、そうでもないという。そうでもないんだけど、なんか出づらいっていうね これは、なんか、いい方法ないんですかねって、ちょっとね、僕の中では、面白いテーマだなっていう、そんな感じですよね。だから、僕がこのオンラインサロンやってる時に、最初に思ったことがそれだし、なんか、誘われて付き合った文脈上、しばらく付き合うのはいいとして、なんか、大会するってなったら、えらいハードルを感じたりとかすると、まあでもそれって、いくらね、僕が気にしないでと言っても、あるよなぁと思ったり、なんかこう なんですかね、そのハードルって、まあゼロにはできない感じはするな、なんか、すぐにね、いくら、やっても。でも、だからこそ、なんか、ゆきかさんとか、あきらさんとか、一定の目的で、なんか、それなりにちゃんと楽しく過ごしてもらって、で、それなりのところのタイミングで、まあ、どんなご事情があったにせよ、割と、引きずらずに、
なんていうか、悶々とした時間なく、やめようかなと思った時にやめるっていうことで大会してもらえたっていうのは、僕の中ではね、すごく大きい、なんていうか、成果っていうのも変な話なんですけど、あ、これちゃんとできんだなと思って。で、それでいくと、PTA も本当にそうなった方がいいなと思って。いや、だって、本当に、学校に来てなくて、PTA に本当に関わる理由がなくて、じゃあもういる、大会しても全然普通じゃ、その方がさ、自然じゃないっていう状態なんだったら、まあ本当にね、手続きがめんどくさい状態にしてしまってるのは申し訳ないけど、まあ、それがね、簡単にできるようにも、なんだったらね、僕らの代で努力しますんで、もう、よかったら大会ちゃんとしてもらっていいですかっていう話をして、これ変な話してね、この、っていうので、こう、ちょっとね、その、ママ友と、なんか、これ何の会話なんですかねみたいな話になって。PTA 会長と、なんか、直接そんなこと言われて、変な話だなと思いながら、でも本当そうですよねみたいな話になって。すごい面白い。だからね、まあ、それを、そういう話をしに行ったわけじゃないんだけど、たまたまなんだけど、行ってみてちょっとね、面白い体験でしたよね。まあなんか、そんなこんなで、そう、だからなんか、これでいいんだっけを、一から改めて考え出すと、もう無限に矛盾に満ちてるっていうのが、結構コミュニティの中にはさ、その、まあ、規約だったりとか、これまでの慣習でずっとこうやってきたとか、まあ、例えばこのオンラインサロンって一応1年半ぐらいやってると、だいたいこんな感じでやってきたよねってなってくると、それからそれるって結構難しいんですよね。まあこれやってなかったよねっていう新しい何かを始めるのは割とね、まだなんていうか、続いてる日が浅いから、割とこのサロンのコミュニティとしては、起こる気配を、まあ感じて割とね、毎日ワクワクで生きてるんですけど、一方でなんか今までずっと大体こうしてきてましたよね。あるいはその、意識的にそう思えてればまだね、本当にいるんだっけって向き合って、なんかもう役目を終えたねとか、もういいかなって言ったら辞めるとか手放すとかってできるけど、無意識で言語化してないけど、やっちゃってるみたいなことって、メタ認知できないもんだから、なんていうか、目に見えない、縛りとなってる可能性があるよね。で、まあ、一年半そこそこでそこまで強い変な縛りって生まれてないと思うけど、まあ、これが、もし続いていけば続いていくだけ、ずっと、なんとなく、なんていうか、そういうもんだよねって、なっちゃってるやつが、足かせになってたりとか、その、誰かのね、動きに対する心理的ハードルになったりとか、あり得るんですよね。うん。なんかそういうのって、どうやって気づけるのかな、とか。なんて言うんですかね。なんていうテーマと名付けていいのかわかんないですけど。目に見えない縛りみたいのをどうやってメタ認知するかみたいなことなのかな。コミュニティにおいて、自然発生して、言語化されずに意識もできない目に見えない、まあ法律というか縛りというかそういうのが、まあそのクローズドな空間にしてこの中だけだよって言ってる時点である種の結界みたいなものを張ってるから、その結界の中だけで自然にお互いがまあ心地よくなるようにっていう距離感だったり、こんな感じでやり取りしましょうかみたいなのが暗黙のうちでルールができていくっていうのが、まあコミュニティの出来方そのものだから、まあ、なんていうか、縛りっつっても、大概はあった方がいい縛りとしてできてってると思うんですよね。まあそれこそその、ここで、内実細かくね、個人の事情の機微に触れるようなところは、外に出さないでねとか、それは、なんていうか、言わなくてもそうだよねって、まあ、せっかく閉じてるんだからそうなるよねっていう。
話で、あるべき縛りですね。で、それはまあ、だから今みたいに言語化ができて、まあそりゃそうだよねってなるものは、事情がちょっと変わって、こうした方がいいかなとかって思いついた時には、話し合う余地があるし、変える余地が生まれてくると思うんですけど、それ以外のところで無意識的に誰も言語化してないんだけど、なんだかこうなってるみたいなことも、おそらくあるんですよね。で、それって気づけないから変えられないっていうことに、まあ、そのコミュニティの内部で自然な縛りとしてできていくんだろうなぁと。それがね、それが知りたい。ちょっとね。うん。まあ、なんか、自分、このね、サロンの中ではまだ日が浅いんで、そんなに問題として顕在化しないと思うけど、ね、PTA だけじゃなくて、行ってる学校とか、町内会とか、自治会とか、なんだ、それ以外もさ、仕事仲間の、まあ、気象学会もそうだ、気象学会とか海洋学会とか、あるいはまあ、学術業界全体とか、まあ、そういう、なんていうか、大なり小なり、いろんなコミュニティに、こう、気づくと、ね、所属していて、で、なんかよっぽど抜けたいとか抜けたくないとか、そういうことを思わなくても、自然と、なんていうか、その界隈に、宿ってるいろんなルールとか、ガイドラインとか縛りとかが、自分の行動結構ね、知らないうちに制御してれたりするから、まあ、それによってこう考えなくてもうまく動けるっていう側面と、なんかたまにこんがらがっちゃってうまく前に進めないみたいな時と、見分けつけるのって結構難しいことだと思うんですよね。で、なんか、ね、そんな全部が全部、テーブルの上に乗せて全部言語化して、綺麗に、無駄をそぎ落としてるみたいなことを全部やりたいわけじゃないんですけど、単純に興味深いよねっていう、ことですね。うん。そうですね。コミュニティの成り立ち研究みたいなことなのかもしれないですけど、単純になんか面白いなぁ、なんか。あ、こういう男女比になるとこういう風になりがちとかさ、あると思うんだよね。こういう年齢層で構成される、コミュニティはこうなりがちとか。こういう人たちがこう、運営の主導権を取ると、大体こういう色になっていくとか、なんか、全然ね、その、うまく分類できるような、なんかこう、ベースの知識があるわけでもないし、でも、なんか、そういう目で結構最近ね、いろんなコミュニティを見てしまうっていうか、それはなんかもう、野球のチームとかさ、サッカーのチームとか、個別の球団もあればさ、日本代表みたいな形もあれば、そのイベント的に集合をしてベストメンバーを組むみたいなこともあれば、それぞれでこうチームビルディングの妙とか、それに適したマネジメント手法とか、リーダーシップとか、まあ、無数にね、なんかこう言われることあると思うんで、なんか全然こう整理できる気はしないんだけど、結局全部、本質としては同じようなことをこう言ってるような気もしてくるし、面白いんじゃないかな。そういう目でこう普遍化して抽象化してこう本質どこみたいな話にちょっとずつ目を向けてみるというか、そういう見方をしてみるっていうのは結構面白そうだなぁと思ったりしてますね。はい、ということで、佐藤ひろみさんおはようございます。川明さんおはようございます。小山愛さんおはようございます。佐藤奈君おはようございます。山田友人さんおはようございます。中村周平さんおはようございます。昨日はね、ありがとうございました。非常に楽しい作戦会議をね、3年ぶりにしましたね。埼玉練習、伝説の埼玉練習会以来のね、うん、いやー、まあ、これまでも何度もね、その周平さんとはいろんなこう作戦会議的なね、オンライン対談っぽくなることってよくありましたけど、昨日のは結構熱かったんじゃないですか。
結構ね、やっぱ具体で直近に迫ってて、まあまあちゃんとハードルもあるっていう難しさというか、そういうのがあるっていう時が、ね、そんないつでもあるわけじゃないんでね。あれは、こう貴重な、あの瞬間にできる会話って本当貴重だなと思いましたね。はい。寺修香さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。昨日も言いましたけどね、清水さんのね、まだ残ってるのかな、インスタのストーリーズ、ぜひね、皆さん見てください。ドラえもんのね、オープニング曲のイントロ部分をメタルギターでキュルキュル弾くっていう、めちゃくちゃ好きなネタなんで あれ、ストーリーズじゃなくて、残しといてほしいな 俺的に。よかったらね、サロン内に投稿いただけたら嬉しいですね。アーカイブして、いつでも見れる状態にしてほしいです。ストーリーズで消えちゃうのは、俺の中では心残りがあるというか、残しててほしい。永久保存版のいいネタなんじゃないかなと思うんですけどね。はい。山本健太さんおはようございます。森本あかねさん、善くん、かんくんおはようございます。砂塚森田さんおはようございます。ということで今日も皆様、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあまたね。